はい、皆さんこんにちは。この子はクロちゃんですね。名前クロちゃんね。はい、ネームクロちゃん。クロちゃん。はい、ちょっとおしっこしはい、クロちゃん、島で一番大きな水牛さんなんですね。3トン引っ張ることができますよ。はいはい、とってもお利口さんでね、うちもみんな覚えてますからね。Well, they'd be on his back. They would love it, all right.もともとは農耕用でね、昔はね、畑仕事や荷物運びをしていました。今は30数頭の水牛が島にいまして、全て観光の仕事をしていますね。景色を見ながら行きたいと思います。He says water buffalo in this island was for cultivating the land. The land, yes, for agriculture. But at present, water buffalo is just for for the tourists. はい、竹富島はですね、沖縄県最初の町並み保存地区になってますね。1987年のことです。昔ながらのね、沖縄の雰囲気の残る集落です。今見えてるうち、みんな普通に生活してる普通の民家なんですね。石垣は台風対策です。この石もともとサンゴなんですけどね、台風毎年来ますからね、どのうちも石垣で取り囲んでいるのがわかるかと思います。はい、狭い急カーブですけど上手に行きますよ。車体が長いんでね、ギリギリで行かないと。He speaks Japanese now? Yeah, he speaks Japanese. No, my leg. No. It's very pretty with all the flowers here. So most people here are farming or? はい、この先はね、お花の綺麗なの。ハイビスカスとブーゲンビア一年中咲いてますよ。はい、こちらに見えてきたお家は民宿宿ですね。宿の庭に大きなシーサーが、シーサー家の守り神です。屋根の上にもシーサーが見えますよ。 This house is in. 集落内にこういった宿が十数軒ありますね。温泉の温泉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 竹富島の人口は今364人ですね。364人。 The population in this island is 364 people. みんな顔見知りですね。誰が島の人で、そんないかすぐ分かりますよ。年間の観光客数は50万超えてます。とても観光の方が多いんでね、観光業、島の人の仕事ほとんど観光関係と、あとは車エビですね、エビの養殖場がありますね。 The people in this island's job is not farming.
for tourists. I like the wall. It's all made from coral. はい、こういう赤川の町並みガイドブックなんかでもよく使われますね。沖縄というと赤川の町並みのイメージですね。大事に残しておきたい景色ですね。この石は何ですか？サンゴですか？サンゴです。琉球石灰岩って言いますけど、サンゴですね。まあ、サンゴの化石。この砂もですよ。この道路の砂もみんな砂、これサンゴです。はい、バナナ鳴ってますよね。バナナ結構あちこち鳴ってますよ。ここすぐそこも鳴ってるし、反対こっちも鳴ってる。バナナも年中できますからね。ぶら下がってるのは花です。バナナの花です。The flower of banana. Yes, banana. Banana flower. Yeah, it's beautiful. That's forever too. This is it. I know. I can imagine what it's like.はい、竹富島のね、伝統的なお家の作りの特徴です。まず玄関がないんですね。ここの家よく見たら玄関ないの分かりますよね。左側に離れがあります。あれ台所です。小さな建物左側、あれ台所ですね。母屋と台所を別々にしておくと火事の時に母屋が助かりますね。屋根の上に乗ってるシーサー、家の守り神ですね。これ漆喰で作ってますね。庭のついたては目隠しで魔除けの意味があります、ね、庭 の白い砂、これみんな海から運んできたサンゴの砂ですね。地面が白いんで夜明るくなりますよ。月夜の場合にも分かります。The sand on this ground is from coral. はい、こちらのお宅が有名な沖縄アサード屋の発祥の地ですね。漢字で3文字、アサード屋と言います。家の屋の宅屋。こちらの宅に福山さんっていうとても綺麗な方がいらっしゃいます。美女と書かれてないです。300年前の人は300 years ago. Beautiful, beautiful lady. Her name is Kuya.せっかくね、ちょっと歌ってみたいと思います。牛舎にあったるこの歌詞は標準語版になりまして、本当は竹富島の言葉で歌うんですけど、せっかくですから島の言葉でまずは歌ってみたいと思います。 He will sing。 いやーさぬやぬく山によさゆいゆい目指しシュノクユタラヨアリノチンダラカヌシャマヨいや目指しシュヤバナンバヨさゆいゆいあたるシュヤクリャイエスヨアリノチンダラカヌシャマヨまたアリノチンダラカヌシャマヨ。はい、ありがとうございました。今の歌23番までありますね。はい、また急カーブ行きます。次の道が狭いんでね、気をつけないと。石垣積んでるだけなんでぶつけるわけいかないです。
崩れますよ、ぶつかって。もう自分がぶつかりそうなギリギリとね。はい、上手にいきました。The water buffalo is very good at turning left or right. Nice driver. And he knows. Nice driver. Nice driver. I think he knows he's going home again. Going home again. はい、クロちゃん、スイカちょっとここでね、クールダウンします。Gonna walk. Oh, good, 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 good. Good. Oh, so good. Poor guy. 待て。水槽啊，哎呦，搞搞搞！水槽，哎呀，超级。水牛は水牛ですからね。英語でもウォーターバッファローと言って水が牛だからウォーターバッファロー。うん？Give him a drink too. はい、水かけて喜んでますね。はい、この石垣ね、ほら、結構積んでるだけね、みんなガラガラ、ぶつかったら崩れますよ。台風には強いんですね。普通の台風だと結構大丈夫。重くてゴツゴツ噛み合ってるんで、風に揺らされるほど逆にギュッと噛み合いますので、台風には強いんですけどね、車を使うとダメですね、崩れます。The stones just impact the nut view. But they are very strong for typhoon. Oh, yes, because it's heavy. They got many typhoons here, right? Yes. 台風って年に何回ぐらい来ますか？いや、もう年によりもう全然変わります。多い年と少ない年とありますけど、最近は結構北に上がってますよね。結構本土の方に10回以上ぐらい来ますね。ちっちゃいのとかも含めたらもう本当にそれ年それぞれです。全然来ない年もありますね。今年全然来ないんです。It depends on the year, but typhoon several times a year. 台風も必要なものなんですよ。また来ないとね、海のサンゴが死んじゃうんですよね。海の水かき混ぜないから。台風は necessary for coral because if it doesn't come, the coral dies. 大きすぎる台風は困るけどね、ほどほど台風はたまに来た方がいい。Mm-hmm. It's like in the north of England. North of England. But they also make the stone wall like this with no cement. ここはお土産屋さん。島にはコンビニもスーパーもないんですけどね。観光の方向けのお店はいろいろある。Now not too many people know how to do it. The old people. The young people don't want to do it anymore. はい、ここから登り道頑張ります。一応登ってますよね。 We will climb. すごい力。 Go up. もともと沖縄に実は水牛いないんですね。沖縄の水牛の始まりは台湾です。もともとはね、戦前に台湾から水牛いました。八重山は沖縄本島に台湾の方が近いですね。水牛とパイナップルは台湾からですよ。ウォーターバフロー come from Taiwan. From Taiwan. Yes.前方屋根の上にお尻を上げたシーサーがいます。竹富島のシーサー、このタイプですね。The name is シーサーって何ですか？シシ、ライオン。シシです。中国のシシから来てます。Caesar, the name is Caesar, it's similar to lion. 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 Means good luck. Oh, means good luck. Strong. Yes. And, strong.
and God of house, God of the house. They protect the house, not the family. はい、前方は民芸館です。中で旗をしてるんですよ。昔から竹富島は織物が盛んな島です。八重山を代表する織物、民紗帯の発祥の地でもあります。はい、クロちゃんの尻に注目ですよ。はい、今からさあ。はい、失礼しました。はい、番はサール。ここはカシゴーリア。The house at left side. There. 入り口の大きな石の真ん中の四角の模様がミンサー模様。いつの夜まで。5つと4つなので、いつの夜までもないね。いつの夜までも末永。この5つと4つの模様の細帯がミンサー帯と言いますね。はい、鳥居が立ってますね、前方でね。ここは神様にお願いをする場所。島で一番大きなお祭り、種鳥祭という大きな祭りが秋にあります。ここでね、いろんな踊りをしたり狂言をしたりね、神様に五穀豊穣を願うんですよ。会場です。今年は10月の半ばに2日間にわたって芸能が行われまして、この種鳥祭は国の重要無形文化財になっています。そして目の前の大きな木ですね、これがデイゴの木ですよ。デイゴの花が咲くという歌で有名なんですね。花の時期はもう終わりました。3月から4月にかけて赤い花が咲くんですけどね。デイゴの花は沖縄の県の花にもなっています。また来年ですね、春の花なんですけどね、もう終わりました。はい、around the god frame called Tori in Japanese, people do festival here. Right out here in the yard. To pray gods here. はい、歌いながら行きますよ。アサードやヨンタで歌の歌詞が当たります。皆さん覚えてみてください。
ありがとうございます。曲が終わったら動き出しましたね。聞き惚れたみたいな。またハーリのチンダラ、カノシャマヨ。ハーリが明るいです、性格の明るいね。チンダラは可愛い。カノシャマが娘さんという意味です。これ竹富島の言葉、沖縄本当の言葉じゃないね、竹富島の言葉です。Kevin? Kevin? Kevin? はい、どこ歩いてきたか皆さんさっぱりわかんないと思いますけどね。迷路みたいなところをぐるぐる歩いてます。はい、だんだんと終点が近づいてきたのでクロちゃんが元気になってきましたね。はい、もうこれで終わりって分かってますよね。ぐるっと一周。はい、今日はね暑い中でしたけどね、クロちゃん本当によく頑張ってくれましたね。はい、もうちょっとですよ。道もね本当に覚えてましたね。はい、クロちゃん間もなく止まります。止まってから後ろからゆっくりとおりますね。また機会があればクロちゃんに会いに来てください。今日は皆さんどうもありがとうございました。サンキューベリーマッチ。はいはいはい、ちょっと申し訳ないよ。The name of buffalo is Kuro chan, means black. Hi, thank you very much. 後ろから見ましょう。はい、どうぞ。後ろから見ましょう。後ろから見ましょう。Thank you.